これ何ですか。これ知ってますか。これフライヤーって言うんですよ。フライヤー。あ、これ今日立つのですよ、ね、これはですね、今日のゲストの方の宝物なんですよ。これがなくては仕事にならないんです。というと、はい、今日のゲストはオートレーサーの田代雄一さんです。いやー、どうぞ。ようこそ。おはようございます。久しぶりです。どうぞ。なるほど、これは宝物だそうで。そうですね、うん、もうこれないと整備できませんから。オートレースの選手とも全部自分で整備するんですか。そうですね、やっぱり整備が上手い下手でやっぱり勝ち負け決まっちゃいますからね。この番組はオートレースの日本小型自動車振興会と小型車両振興協会の提供でお送りします。なぜこのプライヤーが宝物なんですか。いや、これがあの、まあ、小学生の低学年だった時に親父が大事にしてたやつをね、いや、なくしちゃったんですよ。なるほど。なくしたんですか。で、はい、それで、まあ、ものすごく怒られてね、それで、まあ、探してこいと。でもやっぱ見つからなかったんですよね。やっぱりそれと同じ工具なもんでね、やっぱこれがやっぱり大事ですね。知ってる、はい、田代選手のお父さんもレーサー。あ、そうなんですか。だったとか今もレーサー。まあ現役なんですけど、まあ、ちょっと怪我して今休んでますけども。でもすごいですね。普通逆らって同じ道入るの抵抗ありませんですか。お前も俺の後でやれっていうふうに言われたんですか。いや、そういうのは全然なかった。なかった、うん、たまたまね、ホンダで働いてたんですけど、うん、その時にお袋がもう試験があるからね、受けてみたらってアドバイスもらって、うん、でその時にたまたま、まあ、表でねオートバイ乗り回した時にかなり友達がね怪我したり死んじゃったり、そういうので、あ、もうどうせ走るんだったらプロの方がいいかなって思わされました。でもやっぱりバイクはもう小さい頃からその興味あったんですよ。そうですね、親父にもう裏の山連れてってもらって、もう免許ない頃から乗ってましたからね。あのポケバイってやつ。その頃モトクロスだったところね。免許がない頃からですね。あ、いいんですか、走って。私有地っていうか、一般道でなければ、はい、それでいよいよ養成所に入るわけだね、はい、それでいくつの時ですか。16歳だったです。どうでした、その養成所とかね、厳しいって聞いてるけど。そうですね、もう本当もう赤鬼と青鬼がね、市内持って立ってるように教官が見えたよね。いやー、そんな厳しいんですか。もう、まあ、自分のね人生の中の一番の難関だったんじゃないですかね。それはその何、その教習所っていうか、その養成所の1日っていうのはかなり厳しいな、はい、そうですね、朝もう6時には起床して、まあ、呼気形容から始まって、でも夜は、9時頃までやっぱり実地と学科がありましたからね。どうでした、その養成所時代のなんか思い出っていうのは。いや、養成所でね、カラスが鳴かない日があっても自分が叩かれない日がなかったわ。すごい。そんなに評価って怖いですね。まあ自分は怖かったですね。よっぽど出来が悪かったのかな。そんなこと言っちゃ失礼ですけど。いや、そうですね、その通りですね。面会とかそういうのはできないんですか。もう家族と手紙だけですね。ああ、来ることできない、そういう事情には、はい、自分も外出もできない、うん、どれぐらい3ヶ月に1回ぐらい日曜日に、その学校の周りを、まあ、外出できるんですけど、ね、学校の周り、はい、もう本当畑と田んぼでね、何もなくて。よくできましたね。遊びに、すぐ遊びたい時期じゃないですか。ただ、もうその時にはもうこれを卒業しないとね、バイクに乗れないんだってこう自分で思ってましたから。で、要するに養成所の期間に模擬レースみたいなんでしょ。はい、やります。どうでした、その時。最初の1走、2走はね、ちょっと手こずったんですけど、最後の方はもう一番後ろの方からね、走れるようになりました。じゃあもうその頃が結構自信があったんだ。いやー、でも頭走ってても教官に怒られたんですよ。だからそういうところでこういう厳しい世界に生きていくにはね、まあ、いろんな誘惑もあるし、そういうのに負けちゃいけないんだっていうんで、そういうのまで教えていただいたですから。やっぱり選手生活の中でお父さんから受けたその刺激っていうかな、
いろいろあります。かなりありますね。例えばどういうことが一番でした？あのやっぱお父さんがね、怪我をかなり大きな怪我しちゃってるんですよ。そうそうそう、あなたが中学生ぐらいの時に大きな事故やってるんだよね。でそういうのでやっぱり同じ島仕事にいて、俺も間違えばああなっちゃうのかなとか。やっぱりでも親子以来のレースだったね。なかなかね。なかなかない。だけど田代君をきっかけにですね、この頃またねジュニアが随分出てきましたよね。そうですね、元気のいい人いますよね。牧田圭吾さんの息子さんとかね、はい、松田浩一選手の息子さんとかね。どうですか、ああいうそのジュニア見てるとなんか自分の若い頃の。そうですね、思い出すでしょ。なんかアドバイスしてあげたいんだけど、やたら認定しゃばっちゃいけないのかなってとこもあるし。それはでもいけないですか。かえって親って言いにくいんじゃないかな。所属も違うしさ。そうですよ、ただあの秋田さんなんかもやっぱり結構厳しい人ですからね。あーレースに対してはね、田代さんがもう上昇田代って言ってね、どん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 勝ってった。だけどビッグタイトルはなかなか取れませんでしたよね。もう悔しくてね、9年間ぐらいね涙のまされましたね。もうともかく次は田代だろうって、次はってね必ず出るわけよ。そのオートレスマガジンっていう本とか、ね、新聞のその予想とかにさ、ね、で結構本命になったりするんだけどどういうわけだかなんかいろいろありましたね。そうですね、痛いところでもなかなか勝たせてもらえなかったりスタートでもって後輪が空回りしちゃったりとかね。で僕は覚えてるんだけど、最初のビッグレースのやっぱり全日本選抜ですか。はい、ね、第1回のあれ、今までね日本選手権オールスターこう2大タイトルがあったんだけど、そこに全日本選抜という新しいね、はい、レースがあったんだよね、はい、それの第1回ですよね、はい、水川オートレース場。そうですね、あの時はでもなんか事前にもうかなり自分を自信を持って乗り込んだんじゃないの。いやただもうね、もう勝ちたいってだけで何にも考えてなかったですよね。でいよいよ優勝戦でその宿敵島田信弘選手とぶつかりましたね。あの時は会心のレースだったよね。そうですね、今思えばやっぱりあそこを迷わず突っ込んだのが良かったのかなと思う。確かね、岡松選手っていうね、最後の選手がトップスタート切ってね、2番手に島田選手がついたんだっけ、はい、で3番手に田代君、そうしたらね、2周回だったかな、3、4コーナーでガーッと今突っ込んでね、あれでトップに立ったんだよ。あのレースはね、もう本当にね、語り草になるぐらいのね、いいレースだったね。最後、結局島田君とのマッチレースになって、はい、ね。でもあれ以来ちょっと島田君には分が悪いんじゃないですか。そうですね、なんかね島田さんがすごい強くなっちゃってね、で強くなっ、まあ、やっぱり集中力っていうんですかね、やっぱりああいうとこ真似しなきゃいけないなってすごい今思わされてます。でも逆に言うとそういういい目標があるってのはいいね。なんかでもだんだん遠のいていっちゃってるから今焦っちゃってるんですけどね、だって島田君はもう年齢から言ったらあなたより10歳近い上なんだよ。そうしたらやっぱこれからどん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 近づいて追いつき追い越すんじゃないの。そうなんですけどね、一番脂が踊ってる田代君がそんなこと言われちゃう。なんかね見てるファンの方も、ね、そうよあれみたいな。そうよ、もうでもその返事ってのはやっぱりこう勝たなきゃやっぱり答えられないですよね。自分はやっぱり選手ってのはなんだかんだ言っても勝つことですか。そうですね、一番の薬だと思います。まあ、その後日本選手権をお取りになって、はい、いよいよあと残るはオールスター。オールスターですね、ね、結局これで3冠なんだよね、はい、田代さんが参加する優勝戦ってのは無条件に面白い。これはやっぱり田代君がね優勝戦のメンバーにいないとねなんか寂しいっていう、これはね僕らファンのね偽らざるね気持ちですよ。やっぱり田代君のいいとこっていうのはね、たとえ出遅れてもないし、最後の最後までね、レースを諦めない。これはね、やっぱりいいな。どう思います？まあ、そういうのはね、あんまり考えてないですよ。とにかく、もう一周でもチャンスがあるならばね、全力でこうやらなきゃやっぱり、そうだと思うんですよ。なるほどね。で、自分、人に
勝とうと思うとやっぱり自分の力全部出さなきゃ勝てないですよね。やっぱり出し切んないから負けちゃうわけですから、だからあと一周でもあったらその一周をね全力でいくのがっていうふうな自分のモットーなんですよ。やっぱり自分の力を出し切れないで負けた時ぐらい悔しいことないでしょ。そうですね、やっぱり一番悔しいですね。よくお相撲なんかでもあるけどね、こう全然自分の形になってないで相撲差し作んないで負けちゃったっていうのは、うん、オートレースでもありますよね。やっぱりハンデキャップがある、はい、よくありますよくあるねそういう時悔しいよね。そうですね、で田代栄三選手から田代雄一選手に受け継がれて、いよいよ今度はお子さん、ね、何とおっしゃいましたっけ。高一高一選手、もうすでにやらせてるんでしょ。はい、もう4歳ぐらいから小さいあのポケバイっていうバイクのレースがありましたから、もうそれをずっと続けて、でもうかなり今はもう大きくなっちゃいましたからね、今レーシングカートっていう方で。ああ、もう今中学生だ。はい、中学1年。でも随分大きいね。ねえ、これもね体験したら。だけどやっぱりお父さんとしては将来レーサーにしたいとなるの。いや、レーサーにしたいっていうか本人がなりたければこう、まあ、やっぱり力になりたいなと思うんですけど、たまたま今やっぱり四輪の方にね気が随分いっちゃったいやだけどあれ中学1年があんなに体が大きかったらちょっとオートレーサーとしてちょっとハンドキャップあるんじゃないの。逆に今セアになってみんな、いや逆に今もうオートレーサーあんまり興味ないみたいなんですよ。そうなんですか。そうなの。やっぱりこうまあ夢は F1 らしいんですけどね、やっぱりそういう夢を持っちゃってますんで、オートの選手になればしてもあんまりいいかもしれないんですよ、ね、おかしい。やっぱりそういう風に言っちゃうでしょうね。でも田代選手が大学でさ、ね、まだ勝ちまくってさ。そうですよ。いや、お父さんかっこいいなってやっぱり思ったらさ、ね、いつか前方から変わるか分かんないよ、うん、人間って分かんないですよね、どこでどうなるか ね、 ね、もうでも早くもこんなに若いのにお子さんが3人いらっしゃる、ね、妹さんは何としてますか。さゆりです。今は何です。今5年生です。さゆりちゃんは何かやってるんですか、スポーツは。バレエをなんかね一生懸命が。え、バレエとどっちの方が。踊る方の。そう、モダンバレエ。クラシックってことか。クラシックバレエ。そう、いいですね。だけどね、ねえ、お子さんいっぱいいて。もう一人いないですか。ちびちゃんが。チビの方がね、なんかオートレースの選手、かなりのラトートの選手。ああ、これはまだあんまり戻ってないから。そうですね、オートの選手がウルトラマンって言いますね。どうレベルかなんか嫌ですね。ウルトラマンと一緒なんて。きついな。1年生ですね。1年生。じゃあまだまだね、これからあれ、ね、楽しみですよね。じゃあどんなお父さんなんですか、うちは。お家では。結構厳しいと思いますけどね、自分も。やっぱり自分がやっぱりあんまり甘やかされなかったところが多いんですよ。でそういうところがやっぱ逆に良かったって自分は今思ってますから。やっぱ親父が厳しかったから、もう中学入るか入らないかの時にデッチ奉公出されたんですよ、まあ、通いだったんですけどね、やっぱり手に職なんかつけとかないと、やっぱいけないって言うんで無理やりそういうところに行かされちゃったんですよ。で行ってるうちにだんだん面白くなってきちゃって、そっちもなんていうのかな、あ、これ商売にしてもいいなと思いましたよね。それはどういうあれですか。もうまあ岡倉、踊りの方で岡倉っていうやつなんですけど、珍しい ね、 ちょっと意外だよね。オートレーサーの、ね、そのスーパースターの田代雄一選手が、ね、そういうことをやってたなんて、ね、ちょっと意外ですよ。なんか映画にもなんかワンシーン、その吹き替えですか。はい、うん、なんか出たらそうで ね、 それもすごいですよね。そう、意外な面を知りましたね。さて、いよいよ伊勢崎ではね、はい、今年恒例になりましたです、ね、ライターオートレース。これはですね、やっぱりナイターっていうのはオートレースでは今全国でこの伊勢崎しかないんですよね、はい、あれは本当に僕も2、3回見せていただいたけど綺麗ですよね。そうですね、やっぱり選手の自分たちの見ててもかなり興奮しますよね。ああ、そうですか。選手があの控室であのレースを見てても、はい、あのやっぱ火花が増すっていうのがやっぱり、そうですね、やっぱりこれオートレースっていうのは左回り専用だから、左の足だけこの鉄製のスリッパを履くんだよね。それがこう地面に触れるわけでしょ、うん、もうすっごい火花が出るわけ、うん、これがヒグマね、デーゲームだとあんまり
あのこうはっきり見えないんだけど、これが綺麗なんだよね。そうですね、ものすごいやっぱかっこいいですね。まあ、自分たちも待ち遠しいんですよ。なんですか、やっぱお客さんがやっぱり多く入ってくれるし、で今ものすごく若い子とか、あのオートレースも多くなりました。伊勢崎は、いや僕も変わったのびっくりしましたね。伊勢崎行ってね、ともかくまずカップルが多いのよ。それからね、あの女性同士ね。そうですね、あれちょうど会社終わってからも来れるんですよね。ちょうど後半のレースに間に合うの。それでね、前半の1レースから5レースまでねやるでしょ。そうするとね、6レースからちょっとインターバルがあってね、その間に後半に出る選手がね、全員でねこう練習するんだよね。そうです、ね、公開練習ってね、これなかなかね見れないんですよ普通。あ、そうなんですか。あ、まあその練習してね、その後でいよいよ後半の6レースからなんでね、あれはぜひでも本当にオートレース知らない人でも見に来てほしいね。そうです ね、もう本当やっぱり一番あれじゃないですかね、オートの醍醐味見られるんじゃないですか ね。あれでビッグレースやってほしいですね、ナイター。そうですね、今ねあれだけど、あなた自身の最大のライバルっていうか、それはどうですか。人じゃないですね、自分自身ですね。やっぱり自分自身の甘さを取り除かないと、まあ、今の島田さんみたく強くなれないんじゃないかなと思ってます。でもやっぱりこれだけ強いね田代選手だよ、こういう謙虚な気持ちを持つってことは、これは大変なもんですよ。彼の颯爽とした走りぶり一回見に来いよ。ちょっとね、見ましょうよ、ね、ぜひ応援しましょう。ここでですね、本当なら歌をね、歌をね、いつもこの場合なんか歌がえらい苦手なんだって。もうダメなんですよ。あ、そうなんですか。あんまり人前で歌ったことない。あの実家がね、スナックであのカラオケ置いたんですけどね、マイク持ったことない。まあ、そういえば僕も一回行ったことあるよ、船橋の、はいね、はい、ちゃんとカラオケのいい設備あるじゃないですか。もったいないですね。もったいないね。次回の歌の代わりに何か、でもせっかくですからね、披露してもらわないと、来ていただいてやっぱりここはね、懐かしい、ね、なんか思い出のあることをやっぱやってもらわないと、ちょっと ね、ぜひ披露して、このまま返すわけにすね。返しません、一度来てもらったと。じゃあ何やってくれる。獅子舞を。ああ、すごいすごい。これ見れないですものね。あれ見れない。これは大変だよ。じゃあぜひ。じゃあぜひ。じゃあちょっと。よろしくお願いします。代わりになったの8年ぶりぐらい。これはファンもびっくりするだろうね。ありがとうございました。今日はね、これからもいいレース見つけてください。はい、ありがとうございました。